京王線切りつけ事件容疑者を殺人未遂などの疑いで再逮捕へ。2021年11月22日0時9分。先月、東京調布市を走行中の京王線の車内で乗客が切りつけられるなどして17人が怪我をした事件で。 逮捕された容疑者は逃げる乗客にライター用のオイルをかけ、その後車内に火をつけていたことがわかりました。警視庁は乗客が撮影した動画をもとに当時の状況を確認し、22日、殺人未遂などの疑いで再逮捕する方針です。先月31日の夜、東京調布市を走行していた 京王線の車内で72歳の乗客の男性がナイフで刺されて意識不明の重体になり、さらに放火された際に煙を吸うなどして中学生を含む16人がけがをしました。無職の服ットリ京太容疑者25は男性を刺したとして殺人未遂の疑いでその場で逮捕されましたが、 その後の操作で逃げる乗客を追いかけて、ペットボトルに入れたライター用のオイル、およそ3リットルを直接かけ、その後、車内に火をつけていたことが、捜査関係者への取材でわかりました。車両に防犯カメラが設置されていなかったため、 警視庁は乗客が撮影した動画をもとに当時の状況を確認したということです。22日、別の人物に対する殺人未遂や放火の疑いで再逮捕する方針で事件の行き先をさらに調べることにしています。警視庁によりますと、調べに対して、電車内だと乗客が逃げられないと思った。 人が多いハロウィーンの日を狙ったなどと供述しているということです。